はい、ご飯作ります。今日はもつ煮ライスを作ります。もつ煮を乗っけるんで野菜少なめ、味濃いめで、トッピングは味玉、たくあん、紅生姜。今回野菜はペースト状にして見つけない感じに仕上げました。ご飯はごま油で少し焼いて、焼きおにぎりみたいな感じです。最後少し残してスープをかけても美味しいです。なかったんですけどね。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、もつ煮ライスの完成です。非常に美味しく仕上がりました。なるほどなっていったところでしょうか。とても美味しいです。なんかまんま地球村ホルモンなんですよね、味が。まあ知ってますかね、地球村ホルモンって青森のやつなんですけど、パックで売ってるやつで味ついてるんですけど、今回これ奇跡的にだいぶ味が再現されてますね。今回のポイントとしてはやっぱり丼にするから野菜でちょっと重く仕上げることですね。ただちょっと重くしすぎたような気もしますので、もうちょい野菜少なくしてもいいと思いました。その分普通に切って具を増やすのもありだと思います。まあ、それと個人的にはちょっとホルモン多かったなって思ったんで、ホルモン4分の1の量にして、あとは牛丼みたいな感じとか、あとハンバーグとかのっけで、全く違うののせでもういいんじゃないかなって思いました。ちょっとホルモンの歯ごたえがちょっと良すぎるんですよね。ちょっと歯ごたえがあるんで顎が疲れます。弱ってるんですかね、やっぱり。もうちょっと硬いもの食べないとダメなのかなって思いましたけど、まあ今回そんな感じでしょうか。そう、おうちめん TV のラーメンのレシピ本出るんでよろしくお願いします。前回のメインチャンネルの方で少しお話ししたんですけど、まだでもできないんで、多分12月後半か中旬ぐらいにできると思うんで、まあ、ちょっとまだ全然まだできないんで、後日ちゃんと発表できたらなと思いました。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネル、メインチャンネルおうちめん TV の方もよろしくお願いします。それではまた。